どうした八神。3年前の裁判資料を見せてもらえますか。これから。え、わかりました。悪いね。どうですか。ん、そっちのファイルは。寺沢恵美さんの件がまとまってます。いや、それは大久保新平と話すなら必要なければ置いといてください。寺沢恵美、事件当時26歳。2015年12月2日23時頃、火災後のアパート2階より焼死体となって発見。胸部には生前刺されたとみられる傷が15箇所確認。死因は失血死。気道にすすがないことから煙は吸っておらず、つまり火災前にすでに死亡していたとみられる。警察は被害者の同居人大久保新平を現行犯逮捕。凶器とみられる出刃包丁からは同人の指紋が検出された。また援助中のアパートから消防隊に救出された際、大久保は酩酊状態にあった。大久保さんは異常者じゃありません。6年前に暴力を振るってからは一滴もお酒を飲んでません。しかし大久保は飲酒した記憶はなく、目が覚めたら火に包まれていたと供述。そして逮捕直後から一貫して無実を主張。八神、どうしてもやんなきゃならねえのか、大久保との面会は。ええ、そうみたいです。何のために。3年前の創薬センターの事件で大久保が本当に無実だったか、その真実を確かめるため。そんなことがちょっと面会するだけでわかるのか。さあ、でも彼とはいつかまた会わなきゃって気はしてたんです。大久保新平は確かに俺の弁護で無罪になりました。でも潔白を示す動かぬ証拠を見つけたわけでもなかった。あの無罪は大久保が黒とは言い切れないってだけの判決で、彼の周囲にとってそれは結局灰色の決着だったようです。大久保は職場に復帰もできず、ネットには住所も個人情報も晒されてました。ああ。彼はほとんど外出もできず、夜寝るときは毎晩睡眠薬に頼った。でも俺は、そして大久保は、ある日ずっとやめていた酒を飲んで恋人に包丁を。お前はそれ、俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで寺沢恵美は殺された。思い上がってんじゃねえぞ若造。20年前、お前の親父さん八神弁護士の最後の裁判覚えてるよな。ええ、忘れもしません。親父さんが弁護したのは15の女の子を乱暴して死なせたって犯人だった。日本中が死刑で当然だと声を荒げた中で、親父さんは無罪を勝ち取った。その時殺気だったマスコミの取材に八神弁護士はこう答えた。弁護人の務めは真実の解明ではない。検察が人を裁くに足りる証拠を揃えたか、それを見極めるだけだってな。あの状況で毅然とそれを言ってのけた。そりゃすげえ勇気だ。そういう強さを見てお前も弁護士に憧れたんじゃなかったか。きっかけはそうでした。
でもあの裁判の後、俺にもいろいろありましたから。ああ。親父が無罪にした被告人はもしかしたらやっぱり黒だったのかも。釈放後すぐ姿をくらました。すると怒りの矛先はそれを弁護してた親父へ。そして俺の両親は被害者だった少女の父親にめった刺しにされた。それでも親父さんは弁護士として何も悪いことはしちゃいねえ。真実を見つけるのは俺らの義務じゃねえし、大体そんなもん神様でもねえ限り無理なんだよ。お前も大久保を無罪にした時、弁護士がやれる限りの仕事はきっちり果たしてた。俺が保証する。お前も何も悪いことはしちゃいねえ。先生の言ってることは正論です。でももし自分の弁護のせいでその後知ってる女の子が焼き殺されたかもしれないとしたら。何？もし先生が俺の立場でもそれは正論だから悪いことはしてないから仕方ないことだって片付けられますか？いい加減にしろ。お前はいつまで過去を引きずる気が済むんだ。生きてる限りですよ。八神だ。星野です。大久保新平と面会できます。七福通り西のタクシー乗り。分かった。俺が言いたいことは源田先生、真実を神様だけに預けていたから。いよいよあの四時間まで。それでは久しぶり。すいません、人と話すの久しぶりで声が。大丈夫、ゆっくりでいいよ。雰囲気変わりましたね。まあ君の弁護をしてからはもう法廷に立ってないんだ。弁護士を辞めた。代わりに探偵を始めた。神室町で便利屋もどきの。俺のせいですか？いや、悪い。今日はこんなこと話しに来たわけじゃないんだ。3年前の創薬センター、あの事件、君は本当に無実だったか？ええ。何言ってんです、ふざけないでください。俺は無実です。そのセンターの事件も、恵美の事件も、俺は何もやってないって何度もそう言った。あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。
エミちゃんの件では検察に証拠が揃ってた。俺なんかの弁護じゃ無罪にできなかった。できるわけありませんよ。あんただって俺を疑ってたからね。ちゃんと気がついてたよ。俺の無罪を訴えるたんびにさ。あんた何度も吐きそうにしてたじゃない。あのじゃあ二つの事件本当にあなたは潔白？ずっとそう言ってきた。源田法律事務所の星野と言います。八神さんと私たちは創薬センターの事件である仮説を立てたんです。それがもう俺には関係ない。でも真犯人が誰だったか聞きたいでしょ。創薬センターの研究員で小野陽次。覚えてます。え、この人が真犯人？でもなんで？今説明するよ。あの事件は新薬の人体実験による事故。それが俺たちの仮説なんだ。小野は実験台にした患者を想定外に死なせてしまい、その死体を慌てて隠さなきゃならなかった。だから俺のトラックに死体を隠した。そう、それ自体は小野の急場しのぎでしかなかったんだと思う。もし君が死体のことを通報してれば話は変わってたはずだ。でも現実にはそうはならなかった。俺が、君が死体を山に埋めたのは実は小野にとっても幸運でしかなかった。おかげで、くそ、あの時はどうかしてたんです。車の荷台を開けたら急に死体があって。でもそんなの警察が信じてくれるわけないって。俺には前があるし、何言ったって信じてもらえない。そう思ったから。やっぱり本当に君は潔白だったんだな。当たり前でしょ。分かった、ありがとう。八神さん。八神先生、俺はエミのことも殺してないんですよ。そっちの方は何も聞いてくれないんですか？もう確かめようがないんだよ。俺だって君が無実であってほしいって、3年前にやれることは全部やった。ほんの少し焼け残ってた証拠は何度も調べた。今になって新証拠でも見つかるか。じゃあエミを殺した犯人はいつか俺が死ぬのを笑いながら見るわけですね。あの世でエミに合わせる顔ないよ。俺もあんたも。八神さん。ん？僕は源田先生。どうかな、多分今夜は。八神さん大丈夫。